オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、どうも、オーメンズイレブンのオーメンでございます。本日は見ていただくと分かる通りですね、白猫テニスのガチャを引いていきたいと思います。で、本日の4時に、シャルロットとオーガが入れ替わって、月見とアマタですね、これは見るからにが、ガチャに登場するわけですけれども、本日のオカルトはまだこの時間なんですよ。じゃじゃん、今3分前ですね、ガチャ更新ので。4時ぴったりにガチャを引いてみたらどうなるかというようなガチャオカルトをやっていきます。で、これね、本当はこのオカルトは本家の方では何回かやったことあったかな。で、そこそこいい成績を残していて、なおかつ前回白猫テニスの方でもゲオルグとエクセリアの時にやろうと思ったんですけど、更新が遅れやがってできなかったんですよ、このオカルト。なので今回はやっていこうと思います。っていうのと、この後ちょっと用事があるんで、すぐ撮ってすぐアップしたいなと思います。で、今回はオーガがいなくなってしまうので、僕が唯一持ってるキャラがビルフリートのみ、それ以外が来れば、かぶりなしなんで新キャラとなるわけなんですけれども、今更ちょっとね、ヨシュア・ミゼリコールでミレイユとか、欲しくはないですね。アイラであればいいんだ。テクニックタイプとストロークタイプは1体も持ってないので、サーブタイプ3体、スタミナタイプ3体にマールのスピードタイプ1体しか持ってないので、そろそろ僕にガチャの運がね回ってきてもいいと思います。ちなみに前回のエクセリアゲオルグの時はオーガが2体出てビルフリートが1体出るっていう、唯一僕が持ってるかぶりキャラが3体登場するっていう、まあ虹スタールーンが手に入ったんでいいんですけど、ただ新キャラ欲しいですよね。今回はね、月見狙いで、僕は本家の方では月見は一応コンプしてるんで月見運は持ってると思うんですよ。ガリシが一応シャルロットとメア本家でコンプしてて、なおかつ白猫テニスの方でもガリシは、シャルロットメアは出ております。ちょっとね、ガリシは引きが良すぎる。で、現在残りもう50秒ですね。やばいやばい、片手が使えない。これギアガチャとキャラガチャをこうやって交互にしてればいいかな。パッて変わんないですよね、確か。本家と一緒であれば。はい、残り何秒。いやー、緊張しますね。今回は15回引けるから。テニスなら僕に任せてください。うん、全部引きます。月見が出ればやめるかもしれないですね。ギアガチャにしておいてすぐ帰るか。はい、カウントダウン、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、あ、タイトルに戻っちゃった。しかもフリーズ出たよ。よしよしよし、よかった、フリーズしないで。すいません、4時ぴったりに押せないけど、ダウンロード更新直後っていう感じでいいですかね。多分みんなこれなっちゃうでしょ。一応ね、急げ。はい、11年いきます。読み込みはもうありますね。あー、緊張。月見すごい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 。僕2回目の11連なんですよ。緊張する。さあ、お、結構多いんじゃないの、これ。これ来るでしょ、月見来るでしょ。金多かったっすね、今。頼むよ。はい、何体いた。上から来い、上から。1個消費。私の応援が必要かしら。なぜ、まだ持ってない。あ、けど銀なんで練習通りにやるだけだ。上から来て、とりあえずよろしく。もうほんとストロークか。この後ずっと金じゃないですか。やるだけだ。やめて、マジで来ないの。
震える震える震えますよ、これ来なかったら。震えるじゃないよ、やめるよ、もうやるときはやるです。僕がいる場所がステージさ。マジで出ない。俺はアバタ、お祭り野郎だ。まだあと5枚あるんで行きます。銀だったら飛ばします。お前これ読み込みは関係ないですからね、テニスの方は。はい、熱く行こうぜ。ちょっとね、ビルフリートじゃダメなんですよ、もうダブルスに迷惑かかってるんですよ。金率こんだけありますからね、さっきから。ほうほうすべては竜と人の絆。嬉しいけど月見が欲しい。もうね、新キャラが欲しい。みんなが欲しがってるエクセレアが出ました。すごい金率、月見来て。うえ、あー緊張する。テニスは頭脳の勝負です。月見お願いします。おー、すげー金率。ダメですね、最後も金でお願いします。まあただ新キャラ来たな、ついに。一応最強キャラでしょ。お、全部金。月見知らない、このキャラ。盛り上げていくよ。いやー、俺は白熱しましたね。お祭り野郎だ。いやー、一時はどうなるかと思いましたけども、無事エクセリアを。アートでお月見だね。え、月見サーブタイプなんだ。サーブタイプだ。え、お化けたち見なかった。どんなもんなんでしょうが。はあ、よかった、本当にドキドキしました。これで、少しだけ白猫テニスを続けようっていう気持ちは再燃しました。では、報われてよかった、本当本当よかった。私にもご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。